牧之原市長西原茂樹のしげチャンネル。はい、どうもこんにちは。はい、どうもこんにちは。ご無沙汰してます。はい、こんにちは。ご無沙汰しております。はい、よろしくお願いします。そうだね、あ、年度始まったし、年度スタートだからね。はい、そうですね。はい、今日こと今回も4月、うん、4月の始まりました新年度ですね。はい、本日のゲストは牧之原市観光協会の栗田さん。はい、よろしくお願いします。そして観光課から八木さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。市長、今年は桜が遅いですね。そうそう、まだね、まだあの市役所の前のね、いつもこう、はい、あのなんていうの、目安にしてる桜満開じゃないんだよね。はい、どうなっちゃうのかね。今日はそれでもどれぐらい、まあ、これでしばらく雨降るでしょ、ね。はい、雨降って暖かくなって一気にわーってくるのかね。そうですね。うん、でお茶も遅れてんだよね、これで。お茶もそうですよね。お茶もかなり遅れてる。ねね、入学式のシーズンはもういつも桜満開のね、だよく最近なんて散ってるじゃんね。そうですよ。うん、今年まだあれだもんね、うん、ちらほらで。あ、そう、そのね、入学式。はい、今日はね、今日は朝午前中は双葉幼稚園。はい。ね、入学式。双葉幼稚園、はい、ハイバルね。それから午後はね、相良高校の入学式。相良高校も今日だったんですね。うん、そう、相良高校の僕講演会長やってんの。市長としてっていうよりもね、で後援会長やってて、で後援会長でね、あの今日はね、言ったの、今年ね、相良高校90周年。90周年、そんなに歴史があるんですね。で君たちに入ってきたとこ知らないんだろうけど、ここはね300年前にね生まれたね、田沼意次公がね、ね、あの江戸時代の中で、一番長く総理大臣やった田沼意次公のお城があったとこだぞって、ね、すごいとこなんですよ。お城があった場所なんですね。そう、お城の端っこの方だけどね、うん、だからね、あそこの地ってのはすごいとこなんですよ、というような話をして入学式やってでしょ。で明日はね午前中やっぱりこの相良中学校、はい、じゃあ明日相良中学校もそれ言おうかな、うん、ここがそうなんだぞってね、相良中学校の入学式があって、うん、午後は勝俣小学校の入学校うん、もういいね、うん、でもね寂しいのはね、はい、相良高校は送り出したのが4クラス、あ、5クラス、ね、5クラスを卒業させて、はい、とね、4クラスが今度入っとく、うん、あ、で、じゃあ1クラス減るんですね。 それからね、双葉幼稚園さんって本当に一桁、うん、ね、入ってくる子が、うん、ね、なんとかね、そうなんとかね、子供少なくなってくるから、そうですね、うん、これ全国どこも一緒、一緒なんだけど、うん、やっぱり寂しいじゃんね、こうして考えて、あと5年するとどうなんだろう、10年するとどうなんだろう、これやっぱり頑張ってね、あの、うん、もう一度、あの、まだ産めるから産んでとかね、これその言葉これだ、市長、ブブブ、はい、市長お願いします、はい、すいません、まあ、だから産める環境、ね、それから産んでとかってじゃなくて、もう子育て楽しくやれるっていうところをね、あの、じいちゃんとかばあちゃんとか父ちゃんとか母ちゃん考えるじゃなくて、その当事者が楽しくねやれるような、そうですね、そういう、あの、まちづくり しないといけないねって話を、実は双葉幼稚園でね、そのお母さんちとね、その待ってる間にしちゃったの。もう市長ね、あの、できたら私たち幼稚園だから、ほら働いてないでしょお母さん、で、はい、できたら私たち働きたいの、でも保育園とかなんかじゃなくて、あの、働きたいお母さんが、でも子育ても一緒にすごくやりたいと、だから子育てもしながら働けるような場所を作ってってわけ、子供そこで見てるところで子供がいて、ここで仕事ができるっていうようなスペースを、お母さん、いいねそれって、いい、ね、今の時代って意外とそういうことやろうと思ったらできるかもしれない。そうです、ね、雇われるとできないけど、はい、自分たちでやろうとしたらできるかもしれないから、はい、そういうことじゃあやろうって話をね、ポッて出てくるのよね、若い人が中心になると。でもお母様方たちもね、市長とお話できて、ね、そう思います、ね、僕が嬉しかった。ダメね、そんなこと言っちゃう。あ、それでね、はい、今日もう一つだけね、いっぱい報告事項なんだけど、もう一つ、二つか、一つは暮れから、あの、年度末から年始めにいくつかのね、あの、会議があったんです、はい、それでね、3月の暮れに中部五市二町連携中枢連携協定ってなったのね、はい、五市二町って静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町ってのが五市二町、はい、その五市二町でもうこれから合併じゃないんだけど、それぞれがもう協力していろいろなことを、実際に国からお金いただいて、
例えば MIJBC は静岡市と牧之原市でやりましょうね、それから何かの系統は焼津市と静岡市と、吉田町と牧之原市とやりましょうねとかね、はい、お魚の関係とかね、そうしてやれる事業をお互いにやる、それ国がお金出すんです、合併しなくても、ね、そういうことで五市二町が連携してやりましょうってやったんですよ、はい、で実はその1年前に三市二町で消防一緒にやってるんですよ、はい、三市二町って静岡市、島田市、牧之原市、吉田町、金本町、この三市二町でだいたい90何万人の消防一緒に1年前から消防実は牧之原の、はい、牧之原市の高台の牧之原あたりね、萩間とか、はい、あの辺金谷から消救急車来るんだよ、近いんだって、金谷から。そうなんですか。そうで初倉の消防がこの間、相良の、火事があった時に来てくれるのよ、はい、あ、じゃあ消防も金谷から、うん、金谷だからもちろんこっちから行くこともあるんだけど、こう菊川はないの。菊川はないんです、ね、菊川はないんだよ、今言ったように島田市と牧之原市ね、菊川市とか前月市入ってやればいいんだけどね、なかなかあって、でもその三市二町で消防の攻撃でしょ、はい、で実は昨日あったのが六市二町中部地域経営会議ってやったの。六市二町、六市とはどこでしょう。さあどこでしょう。一市増えました、五市二町に。どこだと思う。六市、それはお前だけど静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、御前崎市、吉田町、金本町、六新町、これが中部地域経営会議っていうのを、中部地域経営会議、ね、でそれにはその市長さんち、はい、町長さんちと、うん、はい、静岡の商工会議所の回答ね、はい、それから焼津、藤枝、島田、それから静岡大学 と、県立大学の学長が入るの。変な組み合わせだったけど、それがね、それはね、静岡新聞社が主催してる、うん、そういう会話。でもね、でも牧之原市って、御前崎市と牧之原市って面白くて、はい、御前崎はそういう会議も入るし、牧之原市は逆に西部の8市2町、8市1町にも入るのね。西部の方にも入るんですね。うちはそうですね。なぜ西部にも入るかっていうと、大井川から西は、はい、ね、遠江の国なんですよ、遠州なんですよ。実は吉田町、この灰原町、相良町も遠州の端っこなんです。遠州に入るんですか。そうなの。昔浜松県だったの。浜松県、初倉も、うん、初倉も、はい、ね、だから旧の灰原郡は東都に入ってた。で、ね、でもだんだん合併があって、旧の御前崎町が向こうが行って、御前崎市になって、いろいろする中で、なんとなく牧之原からこっちがね、なって。なるほど。まあ、いろいろでもね、はい、どこともみんな仲良くしながら、うん、牧之原ってのは両方と手つなげるの。逆に強いんだよ、片っぽ入っちゃないから、ね、両方手を、ね、合議の要なんですよ、うん、わあ、言い方があるね、端っこじゃないね、真ん中なんだ。真ん中なんですね、はい、あまり言うとね、はい、よその人からそのなんか言われそうだからそのくらいにしておきますけど、最後本の宣伝、はい、文芸牧之原500円、これ、うん、はい、教育委員会から出してありますが、第11号です。ぜひお読みください。それから、パートナーシップが作るこれからの地方自治。はい、これ、静岡県が、行政さんっていう、会社なの、行政って本がね、行政さんから発行されて、中身全部牧之原のことが書いてあります。そうなんですね。私のことも書いてあるんだけど、要するに、牧之原の12年の共同のまちづくりの歩みを、静岡県が書いてくれて、ほとんど全部牧之原のことが書いてあって、2800円。これはどこで買えるんですか。本屋さんで売ってる。あ、本屋さん。ただね、はい、行政ってちょっと特殊な自治体とかなんか、はい、みんな頼ってるね、行政って、うん、そこのとこだから、インターネットとかなんかで申し込んでもらうのが一番早い。インターネットでも買えるんですね。書店に頼んでもらってもいいし、はい、買ってくれる。2800円。2800円、高いですね。税別高いです、ね、うん、でもこれ見ればね、牧之原市のすべてがわかる。全てが分かる。そう、あら、そうなんですよ。これ素晴らしいと思う。市民の皆さんのね、活動の結果があってるので、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、私から以上です。はい、そして市内イベント PR です。はい、どうぞ。4月の28日から5月の7日まで富士山静岡空港で沖縄フェアが開催されるそうです。で、沖縄の物産展ですね、ソーキそば、うん、チンスコ、うん、
など物産展が開催されるそうです、はい。そして、4月の8日から5月の7日は、浜松祭りのタコ展示も開催されているそうです。タコの祭りこっちまで寄ってね、はい、はいはい。行ってください。空港にね、以上です。そして、ゲスト PR の方に移ってまいります。草競馬大会について、はい、よろしくお願いします、はい。今年も、相良草競馬大会、4月の23日日曜日に開催します、はい。もし小雨でしたらやりますが、好天の場合には4月29日の土曜日になります。延期が土曜日の祝日になります。土曜日ですね、はい。で今年も、まだエントリーがまだ締め切ってないんですが、約40頭以上集結すると思います。ちなみに去年は47頭でした。ポニー含めて、はい。すごい、見に行きたいですね。そう、見てください。今年こそ、今年こそ、はい。馬の目っていいんだよな。馬ね、可愛いんですよね。大田のも体もすごい綺麗で、ツヤツヤで、はい、はい。で第1走が10時スタート、うん、はい。でサラブレッドと中間種とポニーと3種に分かれてレースをやるんですが、8から9レース予選、午前中が予選レースですね。で午後が、決勝、1時から決勝レースになります。やっぱり8から9レースですね。で最終が、最終レースが3時半ぐらいになります。いつも3時半です。はい。でこれいつも思うんだけどね、賭けできないんだよこれね。競馬だから本当かけたいんだけどね。捕まっちゃいますね、賭けは。でレースを見るというそうですね、楽しんでもらえればです、はいはい。で3時半、3時半に最終で、はい。それは予選の時に1位だったサラブレッドが最終レースで競うような感じなので、ものすごい大興奮です。わ、はい、迫力満点ですのでね。で昼休みには人間草競馬とか、あと宝探し、子ども対象ですけどがありますの で宝探し、今回も景品500用意してますので、うん、500人分ですね、はい。これ子どもだよね、宝探しは、ね。そうです、子どもだけです、うん。はい、500人、500、すごいですね。景品500です、うん。市内の子供たちがみんな、賞金総額もう何千万ってね。そんなことないね。でも1位は牧之原の商品券1万円分、結構豪華な、本当だね、すごい、はい。1位を当ててください、はい。探してください、はい。でそれ以外にもポニーの乗馬体験とか、うん、あとヘリコプターの遊覧飛行もありまして、であと露店、うん、露店が26店舗と、あと地元特産の田沼の市ってあるんですが、はい、それが18店舗ぐらい出るので、はい、かなり食べ物や飲み物や、うん、そういうものもありますので、うん、そういうの食べながら見ていただければと思います。楽しそうですね、はい。面白いよ、馬がね、馬が時々ねコースから外れてねそうなんですよ、海に泳いでいったりね、走っていくの。もうこうするとこの人たち警察から怒られるから、警察からちょっとこっち、こっち、こっち、焦っちゃうね。そうなんですよ、逆走したりも、道路交通法違反で、馬が、あ、そっかそっか、そうじゃない、それは知らないけど ね大変なってことあるよね、はい。もういきなり人の中をくんかいタタタタタ走っちゃう、ハプニングもあるかもしれない。それが面白い、それが面白いんですよね。こっちはドキドキですけど、はい。4月23日が草柄草競馬大会ですね、はい。ぜひおいでください。草柄サンビーチにおいでください、はい、はい。そして、次が東高地の長小路祭りについて、うん、はい、はい、お願いします。まあ、イベント自体は4月16日から5月の3日までです、はい、はい。で おでんとか飲み物やお菓子もありますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います、はい。で あれですね、はい、毎年やってますよね。毎年やってます。結構長い期間やってるよね、うん、はい。今年もどう、遅れてない？今年ちょっと遅れてるんですけど、1週間ぐらいちょっと遅れるかなっていう感じです。これおでんとかね、やったら美味しいんだよ。おでんと、うん、美味しいです。おでん500円でやってます、うん、お菓子、はい。花じゃなくておでん目指し、目指してそう、これは時間帯は 何時から見る？ね、昼間もずっとやってるんですが、はい、で夜もライトアップして一杯やりながらって、はい、じゃあ花見感覚ですね、うん、そうそうそう、やってますので、はい、おいでくださいませ、はい。その他の PR ポイントは何か、あと、はい、
4月9日の日曜日ですが、はい、静波海岸の海岸清掃があります、はい、9時からですか、8時50分集合ですけど、毎年大勢の方に来ていただいてます。今年もまたよろしくお願いします。去年も、ね、すごかったですね。はい、すごく綺麗になりますので、皆さん、はい、よろしくお願いします。小さい石ころも、はい、ね、うん、石も危ないので、はい、はい、4月の9日の日曜日、はい、ヤギさん黙ってるじゃん、なんか一言喋れない。課長ですよ、観光の課長で、牧野原の観光になってんだから。はい、どうぞ。はい、課長のヤギでございます。ぜひ、今牧野原最適なシーズン、あとお茶の方の、はい、もうすぐ経つとね、茶摘みの最後そういう時期にもなってきますので、ぜひ最高に一番いい時期、負けならしにぜひおいでください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そしてじゃあ最後にチャッキリ茶太郎のコンサートが開催されたそうです、ね、はい、この間ね、うん、はい、ありがとうございました。PR させていただきましたけども、アエルの会場満員になりました、うん、ね、すごいですね。だからすごいよ、チケットね、はい、900万円ぐらい完売したんだけど、6割はね、牧野原市の人が買ってくれたの。すごいでしょ。すごいですね。やっぱりそれはね、はい、あの中に2番に帰るに帰れぬ牧野原ってなってて、うん、この歌はね、やっぱり牧野原の歌なんです。そうですね。ね、チャッキーさん、牧野原の歌で、はい、本当は牧野原大地って思いだったんだけど、やっぱりよその方から言うとね、なんで牧野原の歌じゃんってね、言う人も中にはいるの。うん、そうですね。うん、だからそれはね、僕らも素直に思って、でも他のね、前崎とか掛川菊が島田の皆さんも協力していただいて。牧野原の大地のそのチャッキリ茶太郎の歌が成功したんで、今度はこれを使って新茶のシーズンだから、はい、あ、そうです ね、はい、茶太郎さんにさ、お茶摘みに来てもらってさ、はい、PR するとかいいでしょ。橋幸夫さんに、はい、お茶摘みですか。そうそうそう、わ、そういうのをですね、茶太郎茶園っていうことも今考えてますんで、はいはい、ぜひこうご期待。この今から4月の24日が茶市場ね、初競りだって言ってたけど、はい、ちょっと遅れますけども、4月の後半から5月の連休時はね、はい、牧野原大地全部お茶の摘み取りで最高ですから、す、ね、全国の皆さんぜひお茶摘みにおいでくださいませ。おいしいお茶迎えますよ。はい、それでは今日はお時間になりました。これで終わりにします。ありがとうございました。